さあ一体何をしてくるんでしょうか。行きましょう。は、私のターン。ペガサス。なるほど、ペガサスか。ペガサスはね、なんかね、あのデッキの中にね、あの入れといてほしいって言われたカードがありましてですね、それを、あ、それを選択してくるのかな。あ、そう、これ、これなんかね、これ入れといてくださいって言われたんですよね。ちょ、何するのか分かりませんけども、とりあえず入れときました。私のターン。あとはちょっとドロー加速するだけだと思うので、まあちょっととりあえず魔法発動あれですかね、あのちょっと早送りかなんかするかなと思います。とりあえずあと2枚か、まあ、もうちょっとな。深すぎたガン、はいはいはい、深すぎたガンで、オベレスク。なるほどね、一旦の間だったらオベレスクの巨神兵って生きるんですよね。ボー君の暴言、なるほどね、ボー君の暴言で、モンスターをリリースするとお互いに言ってくれたフィールド上で発動するモンスターの効果発動以外。なるほどね、はいはい。えってことは一番持ち出しの敵を一番上に戻す。なるほどね、はい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 、なるほど、はい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 。私のターン。で、手札はなんか1枚で一気に戻していく、増殺。なるほどなるほど、面白いギミックだな。で、それで確定したデッキトップを2枚に複製するってことね。なるほどね、何複製したんだろう、ちょっと気になりますけどね、何複製したんでしょうか彼は。さあ、で、ボー君の暴言が、発動されている。で、オベリスクの巨神兵はとりあえず守備強者になっている。さあ、これに立ち向かうアックスレイダーね、ここに立ち向かうただ一人の男、アックスレイダー、ゴーゴンのマナと。なるほど、ターン終了までフィールド上の守備表示モンスターの効果は無効化される。なるほどなるほど。で、帝王の豪気、はい、自分のメインフェーズにもちろんこのカードを除外すると属性で宣言し、フィールド上の全ての表返しモンスターを3種類まで宣言者属性になる。へえ、なるほど、下降潮流。ジェルフィードの表が表示モンスター1体を1から3までの2位のレベルにすると、へえ、で、レベルチェンジする、はいはい、なるほど。で、謙虚な壺、はい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 、はい。で、手札を2枚デッキに戻していく。なんか面白いギミックだな。何するんだろう。魔法を発動します。何、アイスミラー、何いや、あ、だからか、複製して戻したのか今。なるほどな。モンスターを特殊召喚します。やばい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 、すげえ、なんだこれ、やべえこと起きてる。天才か、天才すぎるだろ、天才かよ、天才すぎるだろこれ、やばいこと起きてるわ。いや、つまりあれってことな、1枚しか存在してはいけないカードなんか知んないけど3枚あるってこと、今ここに。お前、神のカードはお前なんで3枚あるんだよ、このように。おかしいだろ。すげえ、俺こんなシーン見たことないわ。神ってフィールドで3体並ぶんだな、やばすぎるか、天才か、これ採用だわさすがに。はい、というわけで皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございました。最後にね、総括とお願いがありますね。ですね、今回は正直自分としてはワンチャン優勝狙えるんじゃねえかなっていう、なんか渾身のデッキができた気はしていたんですよ。本当意味わかんなすぎて、ね、無理やったわ多分さすがに。まあ、まだちょっとこの後ね投票をお願いするんですけど、さすがにね、ちょレベルが高すぎる。ちょやばい、うちのなんかディスコードなんかもう変態しかいなくて、もう変態デュエリストしかおらん、勝てん。結構俺自信あったんですよ自分のデッキ、勝てん。もうなんかションベンエグゾとかオベデスク3体とか勝てん。誰が勝てんだよみたいなね感じなんですよね。もうほんとレベルが高くて、ぜひね、皆さんも気に入ったらね、ディスコード覗いていただいて、なんかレシピとか覗いてみていただければなと思います。で、今回のネタデッキ選手権でエントリーした旧デッキなんですけども、この後ですね、ちょっと概要欄に投票フォームを貼ってあるんですよ。で、ちょっとお手数なんですが、皆さんにね、気に入ったデッキ、3票まで、1人3票まで
ご投票をお願いできればというふうに思っております。ちょっとお手数なんですけどね、この投票の結果をもって、今回第9回の優勝デッキは、決めたいなというふうに思っております。はい、お願いは以上です。こっからはラジオ動画になりますんで、まあ、興味のある方だけ聞いていただければいいかなと思うんですけども、もう完全にくっちゃべるだけなんで、ネタデッキを作る時のね、ポイントですね、ポイントはね、まあ面白いコンボとか、まあ面白いカードとか、見たことないギミックとかを、まあ活用するのはもちろんなんですけど、ね、もうね、発想の転換っていうかね、もうね、自分が勝とうとしなくていいです。ネタデッキ選手権、もはやですよ。勝つっていうことが目的じゃないじゃないですか、ネタデッキ選手権って。見せることも目的なんで、もはやね、勝つっていうかね、もうね、相手に勝っていただくっていうぐらいのレベル感のデッキを作ってくるといいと思います。例えばね、僕のエントリーナンバー1番の龍選手が使っていたデッキとかは、もう完全にこねくり回して意味わかんないギミック使って、結局相手に勝っていただくっていうほど意味わかんないギミックじゃないですか。だからね、ああいうのでいいんですよ、もはやね。だからなんかそのすごい盤面作って自分でぶん殴って勝つのもいいけど、そうじゃなくて、もうもはやなんかこねくり回してめちゃくちゃすげえ盤面作るんだけど、結局全部相手あげちゃうみたいな。第1回ネタレキ選手権の時の、エクゾディアパーツ全部あげた伝説のシーン、あれと一緒です、原理は。だからぜひね、次回ネタレッキを作ってくるときは、まあ面白いコンボとか他に もはや自分が勝たなくていいとそういう気概をね持って、ぜひ作ってきていただければなというふうに思っております。もう次回はね、撮影が大変なんで、もう一回なんかデッキレシピをちょっと面接方式でなんかチェックして、でなんか合格した人だけ撮影にするみたいな形にしようかなとちょっと思ってますんで、ぜひね、そんな感じの、まあ、観点からデッキ作っていただければと思います。で、余談なんですけども、僕が自分で投票するとしたらね、今回はまず1個目は、そうだな、黒澄さんのお前のモンスターは全部 いただいたシグナーリウ全パクリ事件、デッキがまず1つと、まあ、もう1個はワンターン3オベリスクかな、今回の動画のこれ結構ねすごかったと、あとションベンエクゾ、ションベンエクゾはね、正直ね、見た瞬間ね、もう勝てねえわと思ったねもうこれ勝てないと思ったこれはさすがに勝てんと思った。あまりにもギミックが天才すぎて、これやられたかと思いましたね。悔しかったですね、もはや悔しいっていう謎の感情で。さらに余談なんですけども、そのションベンエクゾを作ったシャルルマーニさんね、実は、もうネタレキ選手権かれこれ第9回までやってるんですけども、9回のうちもうすでに4回優勝してるんですよ。4回優勝しまして、もしね仮に今回優勝することがあれば、5回目の優勝ということで、まあ、将棋界とかと同じような感じで、衛星ネタレキ王っていうね、称号をプレゼントしようと思ってますんで今回の、第9回ネタレキ選手権はシャルルマーニさんの、衛星ネタレッキ王もかかっているっていうことをちょっと注目してね、結果発表をお待ちいただければというふうに思っております。はい、長くラジオみたいな感じでくっちまりましたが、以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まだね、チャンネル登録の方はぜひチャンネル登録とグッドボタンポチッと押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。投票よろしくね。では。